こんにちは、ダイスです。今回はスプラトゥーン3ヒーローモードの隠し要素、隠し夜間を出していきたいと思います。まずは隠し夜間の出し方です。出し方は全ての夜間を1回ずつクリアする必要があります。サイト1、サイト2、サイト3、サイト4、サイト5、サイト6にある夜間を全てクリアするんですが、どの武器でも初回クリアが終わっていれば大丈夫です。各サイトの夜間のクリアが全部終わっているところであれば、オルタナログが解析完了になっているはずなので、どこが足りないかはこちらでも確認することができます。私の場合はまだ2箇所終わっていないので、今回は2箇所終わらせて隠し夜間を出したいと思います。これでラストになりました。オルタナログを見ると先ほど言ってきたので64が解析完了、66だけ残っている状態です。それでは最後の夜間に行きます。今回の隠し夜間の出す方法なんですが、全ての夜間をクリアする必要はあるんですけど、ストーリーもクリアする必要がありそうな感じです。私の場合はクリアしてからになってしまっているので、ストーリーのラスボス倒してなくても出るのかというのが確認できませんでした。とりあえずですが、ある程度までストーリー進めていれば、多分なんですがイクラの数も結構集まっていると思います。隠し夜間に関してはかなりイクラを消費しながら頑張って進まないといけないので、とりあえずイクラの確保もしてから挑むといいんじゃないかなと思います。はい、これでゴールできました。この後多分出現したとメッセージが流れるはずなんですが、確認していきましょう。出ました。隠されていた夜間が出現。目覚めの地に行ってみよう。夜間があるのは目覚めの地なので、ベースキャンプが一番近いかなと思います。次回の動画で隠し夜間の攻略をしようと思うんですが、とりあえず見に行ってきましょう。オルタナログもこれで溜まったので、この後どんな内容だったのかのお話もしていきたいと思います。今作にある隠された夜間だと内容まだ見てないんですけど、スプラ2のダウンロードコンテンツのオクトエキスパンションにもありましたよね、こういう感じの。なのでそういうものじゃないかなと思います。かなり難しいんじゃないかと思うので、次回の動画は攻略頑張ろうと思います。夜間の名前がオルタナのその先へになっていました。それでは全ての夜間を攻略した後に集まったオルタナログ見ていこうと思います。まずは1、逃げ延びた人類。技術の発展は人類を繁栄に導いただけでなく、全世界を巻き込む争いをもたらした。争いは激しく果てしなく続き、地上で暮らしていた生物が数多く滅亡。同時期に火山の噴火や海面上昇などの天変地異も重なり、大量絶滅が起きた。地上は汚染され、何者も生きていくことができない場所となった。そのような状況でもわずかに生き残った人類がいた。人類の生き残りは爆発的な火山でできた大空洞へ逃げ込んだ。これがログの1です。2、文明の再現。生き残った人類は同じ過ちを繰り返さぬよう聡明な科学者たちをリーダーとした。科学者たちは人類の生活を支えるシェルターとして大空洞を整備し、その地を第二の地球オルタナと名付け、かつての地球に似せようとした。オルタナの製造過程においては 3D プリントなどの最新技術を用いることで、地上に存在したものの複製を作り、文明を再現していった。これが2。3は新たな空。オルタナの科学者の一人がイカの体液から液晶を生成することに成功。その液晶は生物の発する微弱な電気信号に反応して色を変化させることができた。こうして見るものの脳波を解析し、望んだものを映し出せる夢の液晶が完成した。夢の液晶の量産が進むと、オルタナの内壁を覆うように液晶が張り巡らされた。
液晶は人々の思いを受け、かつて地上で目にしていた光景を映し出す。地下に囚われてから四半世紀が経過して初めて人類は再び空を見た。続いてが4、人類最後の日。オルタナに移り住んで長い年月が過ぎ、人類の数は少しずつ増えていった。老いた科学者たちはオルタナの社会を自分たちだけで支えることに限界を感じ、市民の中から特に能力が高いものを選んでオルタナの管理を一部任せることにした。また才能ある若者を教育し、自分たちの知識と技術を伝えるべく心血を注いだ。オルタナで生まれ育った若い世代の科学者たちは優秀で好奇心が強く、いつしか液晶が映し出す作り物ではない本物の空を望むようになった。若き科学者たちは汚染された地球を脱出して新天地を目指そうと、老科学者たちの反対を押し切ってロケットを建造し、ついに完成させる。しかし打ち上げの最終テストでブースターの試運転を行った際に、途中になってる感じしますよね。5、知性の目覚め。あれ、ロケットの下りから飛びましたね、これ。うん、飛んでる。5、知性の目覚め。オルタナの内壁から崩落した際に多くのかけらが海へ落下した。かけらからは大量の液晶が流れ出し、海水と混ざり合った。液晶には長きにわたって受け止め続けた人類の思念が焼き付いており、その一部がオルタナの海に住むイカやタコなどの海洋生物に少しずつ浸透していった。やがて海洋生物たちの中にある一つの感情が芽生える。それはオルタナの人類がかつて地上へ向けていた思いと似たものだった。感情は海洋生物たちの急速な進化をもたらした。肺呼吸や高度な運動機能を手に入れ、空気中での活動に適応。知能は著しく発展し、種によっては擬態能力までも獲得した。6、始まりの土地。大空洞を抜けた生物たちはオルタナ直上のクレーターにたどり着き、そこから世界各地へと広がっていった。この出来事によりクレーターを有する現在のバンカラ地方が今地上で暮らしている生物の始まりの土地と言われている。各地に散った生物たちは独自の生活様式や文化を生み出した。中でも特に高度な知能を持っていたイカとタコは他の種とは一線を画しており、瞬く間に世界中で強い影響力を持つようになった。出自オルタナから約5000年後、バンカラの地で特異な性質を持ったイカの個体が誕生する。これは今作の主人公のことですかね。違うのかな。全部ミステリーファイルも収めたんですけど、ここの中にそれっぽい感じは特にはなかったんですよね。どちらかというと1と2とかの、あ、これでも関係あるのかも。体液出した後ってことかな。そうするとラスボスがやろうとしてたのも同じようなエネルギーの出し方だったのかもしれないですよね。ちょっと奥深いとりあえず続きがありそうな気がするので、隠された夜間の攻略後オルタナログも見てみたいなと思います。はい、ということで今回はヒーローモードにある隠された夜間の出し方について動画にしてみました。次回は隠された夜間の攻略頑張って進めていこうと思いますので、そちらの動画も見ていただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!